こんにちは、関西競馬と中です。増井です。今週占っていくのは日曜日の東京メインで行われるオークスですね。まあちょっとね、異質というか、桜花賞から一気にね 800m 距離が伸びて3歳牝馬で、コバのエリザベスより距離長いですからね、まあでもそこら辺はやっぱちょっとそこら辺加味して予想すればなんとか攻略できるんじゃないかなとはいつも思っとるんですが、早速長瀬さん、本命をお願いします。そうですね、まあ、ここはね、まあ桜花賞の時からも結構この馬じゃないかなと思ってた、まあ、ライトバックね、にしました。まあ前回がね、まあ3着少し届かずっていう内容でしたけどね、まあ、当時は位置取りは後ろでしたけども、ある程度ゲートも出ましたし、本当折り合いがねスムーズだったっていうのはかなり収穫が多かったかなと思いますね。まあ東京ではねアルテミスステークスの時も折り合いを書いてね、直線ちょっと行き場がなくても、ね、チェルビアニアとかサキラあたりと差のない競馬してましたしね、振り返れば新馬の、新潟もね左回りなんで、まあ、コース回りっていうのは間違いなくプラスだと思います、まあ距離のね2400っていうのが少し、ボケがね短距離志向なんで長いかなっていう気もしますけども、ただまあ結構選手のねビクトリアマイルを見ても、ある程度ちょっと、短いところを使ってきた馬の方がね、有利な、東京馬場状態でもありますし、時計もね早くて、そういう意味でもこなせるんじゃないかなっていうところで、まあ枠順少し外にはなりましたけどね、道中ためを聞けば不発はないかなと思うので、改めてですね、僕も2頭迷ってたんですけど、その1頭もちろんライトバック、ライトバックだったんですけど、もう1頭迷ってたスイープヒートにしました。桜花賞はね、正直ライトバック同じような位置取りで、一緒に回ってきて、内と外の差でちょっと内に乗った分だけ一旦ね、ちょっとこう進路取り迷いながら最後外切り返してライトバックの後ろからまた差詰めてきてたので、あれの競馬ならスムーズならっていうところの逆転が狙えそうでしたし、こっちはね血統的にはね長くなっていいタイプだとは思うので、まあまあね、武豊ジョッキー、ちょっとオークスはね最近買ってませんけど、そうですね、まあ東京の2400ね、もういっぱい地場買ってあるジョッキーなんで、そこら辺は腕の差も見せてくれると思うので、でまあね、世代トップっていうところはこの馬もね見せてきてくれてますし、正直ねやっぱ決め勝負になると思うので、まあ、スイープヒートにしろライトバックにしろ決めてある馬ですし、まあ、対抗は桜花賞オーバーのステレンボスやっぱりしたんですけど、まあ、この馬も含めて、まあ、これは3強というかこの決めてある3頭で決まるんじゃないかなというところと、まあ、ステレンボスはねちょっと点乗りになるんで、そこら辺は戸崎ジョッキーがどういう風にレース運びをするのかっていうのが見ものになりますけど、さっきねちょっと増井さんマークの話してて、結構外にね、有力馬が揃ったので、ちょっと最近オークス人気薄がちょっと台頭するところもあるので、ちょっと内目の、なんか出し抜くというか、立ち回る馬、ちょっとミアネーロとかね、そこら辺なんかちょっと怖いそうな馬がいるので、小金の空とかもね、ちょっとそこら辺穴目で考えてるの、そこら辺の馬考えてるんですけど、なんかちょっと気持ち悪いと怖い。僕はまあね、見直したいのはサフィラかなと思います。サフィラね。ちょっとね、そこ行きましたけどね、枠順的には。ただまあ、本当ね、スコインカップから、ちょっとお菓子をパスして、じっくり休養に当ててっていうところなんですけども、やっぱり先週なんかでも合わせ馬できてたっていうのは、合わせ馬はしない馬なんですけども、まず合わせ馬できてたっていうのは一つの収穫だと思いますしね、やっぱり体幹がブレがないというか、さすが良血馬らしいなっていう調教はね、改めて見せてくれてますし、この馬もね結構左回り、デビュー戦とねアルテミスステークスと、遠征もしてますんで ねそのあたりの不安はないと思いますし、これもちょっと道中ためが聞けばっていうね、条件付きではありますけど、やっぱりこの、血筋の良さっていうのは見逃せないなっていうところですね。なるほどね。あとはあとはサンセットビューかな、僕の一番のね一生の中で、これも担当するね。そうなんですよ、東京はね2回続けて使いに行って、そんなにはね負けてないんですよね。それでちょっとエンジンのかかりも遅いっていうので、2400m ここにトライしてみるってことなんですけど、
調整過程からは上積みね、かなり期待できる、そういう過程踏んできてますしね、うんうん、鞍上も引き続き三浦ジョッキーなんで、はい、うん、これも少し馬券に加えてほしいなっていうところですね、うん、なるほどね、はい、まあなんとか両馬場でできそうですし、そうですね、でできそうですね、ちょっと3歳のね、うん、トップレベルのレースを、はい、間近で体験していただければ、ね、いいかなと思いますね、はいはい、来週はユーダービーも迫ってますし ね、うん、ちょっと競馬盛り上げていければいいかなと思いますね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました、失礼します。